やっぱちょっと敏感な方ですか、意地悪に。僕結構得意だし、なんかまあちょっとハリセンのあれがね伝わってなかったのがまああれだったんですけど、まあ僕の笑い高度な笑いなんで、うん、そうギャグみたいに言い出してお二人がなんかお食事に行ったっていうのを聞いたんですけど、あ、はい、はい、なんか斉藤さんがまた有名人の方とお食事に行ったっていうのを聞いた。そうなんです、有名人の方好きやなあの緑黄色社会の長屋さん、あのバンドのアーティストさんの方や、はい、のボーカルの方なんですけど、うん、もう本当に幸せで、うん、本当にいい時間で大ファンなんよな京子が、うん、本当にでも本当にいい時間、大ファンとか関係なく、うん、本当いい時間で、うん、もうなんか、うん、うわーってなっちゃって、これ聞かなあかんこれ以上なんかあんの、そう、でもなんかその本当にずっとこう歌と か, なんかその音楽系の話をずっとして、うん、なんかこう勉強になったりとか、うん、そうなんですか、それでそれでみたい な, なんかこうもうインタビュアーさんになっちゃってるぐらい、もうなんか本当にいい時間で、なんかこう誰が聞いてもうわこの二人素敵って思っていただけるような何その自分でさその物語作り上げていいようにで、あのあれでした、あの隣の人の声とか別に聞こえるわけとかでもなく、本当こう上質な、わかりました、もう二度とお前とは無視しない、もういいです、なんやねんこいつ、まあ意地悪やわ、意地悪ババババババでも『キョコロヒー』見てくださってるらしいです毎回。うん、僕はもうお二人がまた行くことを僕は期待してます、うん、あ、はい、もうそれも楽しみです。いやいや、もう絶対行かないなんか小石さん、なんかあったり、最近ね、本当に何にもしてなくて、はい、もう仕事ばっかりしてるんですよ、うわ今日よ、うん、今日もそこで、はい、もう楽屋本番前に、はい、こんな仕事ばっかして、こんな仕事ばっかして、私叫んでえ、こんな仕事ばっかしてんのにいいこともない、なやって言って叫んでたら、はいはいはい、井森美幸さんの楽屋隣り合ってそういう意味で先週松竹に電話してあげるってそういう意味で言ってたい, いいことがないんですか最近。いや、いいことというか、まあ、そのな何もない、だからもう仕事だけみたいな。いやだからさ、もうこのなんていうの、テレビ出させてもらうようになってもう 3,4 年ぐらいなるけど、うん、やっぱりさその派手なことをしてるやんみんな、うん、みんな、うん、そんなこと一切してない、粛々と粛々と生きてんねん私が相手しますよ、相手、あの ご飯っていう、いやいやいや、もうお前は飯ええわお前は飯ええ、文句言われるだけやん1個だけ企画をちょっとあのローランドさんが LINE でスタッフのしょうもない悩みにもあの名言でほんまやほんまや答えてくださってたので、すいませんね、ほんまに、はい、でスタジオでもローランドさんに2人の悩みに答えていただけたらと思いまして、え、ガチ質問でいいんですか。ガチ質問しよう、わしもなんかしたいもん、なんか将来どう生きていけばいいかが分かんないっていうかはいはいはい、キモくて重いな悩みが僕が苦手だなと思う女の子言っていいですか。やっぱこう下心ある子ってやっぱ分かるんですよ。例えばこうなんか主語がこう僕を見るんじゃなくてお金見てるなとか、あからさまなこういやらしさを出してくる女の子ってあの結構苦手なんで。京子は出てますか。出てます、待って待って出てない出てない言ってたもんな、俺出てきたらなキャーって言っときゃいいんですよねからのこのリアクションだから本当に俺全部嘘だと思ってるだ、騙されて出てくださったわけじゃないですよね。いや、はい、普通によかった、うん、出てくださってありがとうございます。告知とかでもなかったですしね。ほんまや、告知でもない、普通に来てくださったね。ほんとすごい、ありがたいね。あの2人にもあのめちゃくちゃちっちゃい悩みは何かありませんかってあのアンケートを事前に振らせていただいてたので、それを言ってあのローランドさんにあのいい言葉でこう返していただけるんじゃないかっていういやでもそんなんじゃなくてもう普通に
ちゃんとした悩み聞いてほしいけどな。いや本当そう本当そう。悩みでもまああるんですもんね。なんか。いやあの生牡蠣がめちゃめちゃ好きで、でそのあのいつか当たってしまうかもしれないって思うと、その食べるときに緊張するというか、絶対に次の日が休みの日じゃなきゃダメだとか。なるほどね。食べるまでに躊躇するっていう。単純にまあまあ知らねえよで終わり。サジ投げた。ハツちゃう。ローランドさんサジ投げた。ハツちゃう。でもまあまあローランド風に言うとしたら、はい、困難は最高のスパイスだと。まあ要するに、まあ、安全に食えるようなものよりも毎回ドキドキしながら食べられるそのスリルがやっぱよりこう美味しさをね増長させるから、まあ、そのスリルを楽しめとかしか言えないよね。ありがとうございます。しょうもなすぎてね。パス雑なのよな。ヒコロヒーさんからのアンケートはこれなどいただいてました。ああいやいやマジでどうでもいい。だってさ、それはさ、わしらやってそのローランドさんに聞いてもらえると思ったら別にちゃんとそれ用のやつ出すやん。ふるさと納税上手に使える、どういうことなんですか。ふるさと納税はなんかやっぱりうまく使ってる人ってめっちゃうまく使うじゃないですか、うん、なんかこう必要な時に白米を買ってとか、まあ確かにね、トイレットペーパーをどうこうしてとか、うん、そういう風に使われへんくて、わしはあの船の免許とかに使ってもらうんですよ。船舶免許。船舶免許とかね、ふるさと納税を使ってもうてるから、うん、ちょっとこれを上手に使えるようになりたいなって。一番わしが分かってるローランドさん捕まえて言うことちゃう。確かに。どうしたらいいの。でもまあ、これでも なんて言います、そのローランドモードに入って。いやローランドモードに入るとしたら、うん、僕結構逆説的に答えるの好きなんで、うん、まあ、これはこう喜びへの伏線とかって言って、まあ、こう例えばうまくできないからこそふるさと納税仮にうまく使えたとしたら、うん、より喜べませんかみたいな。しょうもない回答になる。しょうもなくないし、ローランドさんの口からふるさと納税ってめっちゃ似合わない。めっちゃ似合わない。僕いろんなこう悩みとか結構番組でやっぱキャラクター的にも答えることは多いんですけど、うん、もう過去一で質問の質低いの。そりゃそうっすよね。